どうも、ゆこいです。本日は意外と知らないハロプロのメンバーカラーの歴史と雑学についてお話したいと思います。まず、メンバーカラーとはグループのメンバーに定義付けられたイメージカラーのことですね。今では当たり前となったメンバーカラーですが、実はモーニング娘。には長い間メンバーカラーが存在しない時代がありました。メンバーカラーが公式で定められたのはこの時期です。2005年の春ツアー第6巻ヒット満開ですね。 このツアーからメンバーカラーの T シャツが発売されました。それまでは決まったカラーが実はありませんでした。に余談ですが、これは実際に2005年に僕が現場で買ったガキさんの T シャツです。未だに部屋着として使ってます。で、それ以前には例外として2002年のタンポポ祭り、2004年のナッチの卒根地の白いサイリウム企画、メロン記念日のライブではメロン色のサイリウムだたものはありましたが、メンバー個人のイメージカラーというものはなかったんですね。 では、オタクはコンサートで何色のサイリウムを振っていたのかこれは各自好きな色を振っていたんですよね。ちなみにこれも余談ですが、僕が初めて行ったモーニング娘。のコンサートは2004年の The Best of Japan というツアーなんですが、何色を振っていいかわからず、ピンクと水色のダイソーのペンライトを振っていたのを覚えています。はい。次は特例として、カラーが途中で変更になったメンバーを紹介していきます。まずはこちら。 道重さゆみちゃんですね今ではピンクのイメージしかない左右ですが2005年のメンバーカラー決定時はレモン色でしたその後紺野あさみちゃんが卒業した後ピンクが引き継がれました次はこちら久住るちゃんですね、えー、加入当時のメンバーカラーはグレーでしたその後、えー、藤本みきティが抜けた2007年から赤として活動しましたしかしメンバーカラーがグレーというのはオタクなかせですよね まだ金ブレもない時代ですのでわからなくもないですが、その数年後、チョコレート色のいいコボさんが登場した時はさすがに驚きましたえ。ではいかがだったでしょうかえ皆さんの好きなメンバーカラーや意外なエピソードなどコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。